週チャンネル甲子園への道。はい、しゅうくんね。はい。今日何の日か知ってる？今日はね、まあ、7月10日なんだけど。わかった。はい。納豆。アホかお前は。え、違うんか。違うよ。7月10日はなんと。何それ。はい。グッズ。うん。開けてみて。じゃあ開けるね。うん。300歳になるかもしれない。そのネタ前使ったね。じゃあ次は301歳。おお、すごい。すごくない、すごくない。ちょっとどんどん開けましょう。だってこんなのうん、なんかね、納豆が入ったんじゃないの。お前だ、納豆入ってる。めっちゃかっこいい納豆よ。ほらじゃん。なんとね、今日7月10日発売のソフトバンクホークス、はい、ユーズドボールカードシリーズ、2021っていうのを開けていきたいと。やばい。思わんのじゃ。やばいものを見つけてしまった。何じゃ、開けていかんの。いや、ちょっと待って、これを見てください。はい、はいはい、何それ。欲しいカードと交換。ラッキーフォーチケット。おお、何、それ、後ろ対象商品書いてあるじゃん。何これがもらえる。ちょっと待って。好きなのがもらえる。プロフィール直筆サインカード、プレミアム直筆サインカード、プリントサイン入りユーズドボールカード、ユーズドボールパッチカード。へえ、どれが欲しい？これかな。やっぱりそうだよね。はい。プレミアム？直筆サインカード。サインカード。はい。これをね、まあもう今日発売日ですから、はい。サクッと発売日に当てていきま。スー。どっちや。はい、開けていきましょう。はい。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい。やばいね。お、なんか待って、お菓子入ってる。お菓子の音がする。ちょっと待って、なんか開けるよ。じゃあ、はい、え、なんか、え、なんかちょっとなんか今までにない形だね。どっちかというとちょっと本当にお菓子屋さんの景品っぽい。これが、まあ、チェックリストですね。チェックリストですね。え、なんか入ってた。え、入ってるじゃん。え、やばっ、え、いきなり、やば、やばい、え、ちょっと待って、意味わからん。これ絶対入ってるんじゃないの。え、はい、意味がわかりました。なんとね、これ交換カードといって、はい、まあ、出たカード、はい、例えばレギュラーカード、これね、下の部分ね、レギュラーカード4枚でスペシャルカード1枚と交換。あとこれは4対1の交換で、普通の10日交換っていうのがあって、10日交換はレギュラーカード1枚に対して普通にレギュラーカード同士の交換、もしくはスペシャルカードをスペシャルカードに交換、好きなね、うん、だから、スペシャルカードを選べて交換できると、そういうこと、いうチケットですね。だからこのスペシャルカードが、好きなカードが手に入るということですね。これって全部どれにでも入ってる。うん、まあ、必ず入ってるんでしょう。で、このスペシャルカードを、好きなのを選べると。スペシャルカードはここですね。スペシャルカードこれか。スペシャルカードはここの部分ですね。この上の、SP01 から、こちらの SP16 までね。で、好きなカードが手に入ると、もしくは、まあ、手に入ったんだけど、この選手に変えてほしいっていうのがあったら変えてくれるよっていう。あ、そういうことか、まあ、面白い企画だね。直筆来るのかと思った。ね、直筆、いや、そんな甘い話じゃなかったね。びっくりした。びっくりした。あ、ということでね、まあ、これ、チェックリストですけども、今回ね、なんかちょっと見てみたら、ね、これ16選手しか出ないんだって。だからもうソフトバンクのちょっと有名な選手ばっかしの、ボックスとなってますんで、早速開けていきましょう。はい。はい、じゃあね、しゅうくん、はい、早速なんですけど、12パックなんで、はい、3パックずつぐらい開けていきますか。よし、はい、そうしよう。行きましょう。行きます。はい、始め。じゃあまず最初の3パックはね、切らせていただきます。はい、今回はいつもとハサミが違うんで、いいのが出ますよ。だって今回は特別立ちバサミですよ。立ちバサミだったの。いや、学校の。はい、行きましょう。家庭科で使うやつです。はい、ではですね、はい、最初の3パック開けていきましょう。はい、はい、かっこいいですね、やっぱり。あ、リーダー、はい、はい、
で、デスパイネ選手。デスパイネ、いいね。大谷選手、ちょっと変わってるね。かっこよくないこれ。かっこいいね。で、大谷選手。大谷選手、はい。で、おー、甲斐拓也選手や。あ、何それ。いいね。なんか白黒。ギータ選手。あ、柳田選手ね。はい。デスパイネ。同じ選手ばっかし出てくるんだろうね、これ16人しかいないから。うん。千賀投手、はい。大竹選手。大竹選手。甲斐拓也選手。はい。おっと、なんか出たよ。早速来たんじゃないの、それ。やば。ちょっと後にしようか。そうやね。はい、楽しみで。で、上林選手。高橋選手。高橋選手。周東選手。おお、それから。かっこいい今宮選手。今宮選手。そして、東浜選手。で、甲斐野選手。はい。中村選手。で、こんな感じですね。最初の3パックはこんな感じですね。いきなりもう、はい、でもちょっといいの出ましたよ。はい。もっとこれ分厚さがやばいんですよ。分厚さやばいね。えぐいんですよ。これは多分ボール系だろうね。はい。まあね、これユーズドボールカードだからね、もう早速出たんじゃないの。え、でもこれで終われないのがね。はい。じゃあ次の3パックいきましょう。はい。はい。では4パックから6パック目いきましょう。はい。はい、何もなく済んじゃいますね。はい。はい、これが栗原選手です。7パック目ね。はい、栗原選手。ちょっと違うね。あ、サインだ。スペシャルなんとか。うん、スペシャルカードだね。うん。16種類のスペシャルカード。これは甲斐選手。はい。いいね。じゃあここ置いといてください。風終わりたくない。はい。マッチ。栗原選手。明石選手。牧原選手。上林選手。おっと来た。ね。見てなかった。見えたかもしれないけど、ちょっとお楽しみね。モザイクかけてもらおう。モザイクかけとこう、うん、はい。周東選手、今宮選手、東山選手、海野選手、どんどんいきましょう。中村選手、お、聞いた。やった、スペシャル出た。よっしゃ。柳田選手のスペシャルカード、エスペカードですね、はい、で、千賀投手、もう一個スペシャルがある最後、うん、デスパイネ選手、ギータ、甲斐選手、マッチ、せーの、ドン、お、今宮選手、今宮選手、いい選手、いや、いい選手しかいないからね。あ、そっか。はい。問題は2つだよね。はい、ということでね、シュウ君、はい、なんとなんと、なんとね、こんな感じで、はい、スペシャルカードが3枚ですね。スペシャルカードが3枚と、はい、それからユーズドボールらしきなと、ちょっとね、これサインっぽいけど、どっちからいく？こっちからいこうぜ。ユーズドボールからいく。それメインだからね。こっちとも選手を確認しようよ。裏見て。うん。あ、じゃあ裏見ましょう。で、まずはこのボール、おそらくボールね。はい。お、牧原選手。あ、牧原選手、昨年度の日本シリーズ MVP。 はい、牧原選手ね。待って、ここさ、すごい膨らんどる、うん、だからボールなんじゃないの。分厚いもんね、横が分厚いもんね。はい、はい、こうしとくか。うん、そうしておきましょう。で、こっちが、うん、見えるかもしれないんです。裏だけ見てもらう。OK、 よいしょ。誰これ、コングラチュレーション。甲斐野選手じゃないよね。大竹選手。大竹選手ですかね。レアって書いてありますね。
まあ、これもう直筆サインなんじゃないでしょうか。はい、じゃあどっちからいく、サインの方から開けてきますか。いや、ボールから、ボールからいきますか。はい、じゃあボールの方どうぞ。せーの、はい、ドンドン、おお、何、まあボールだよね、ボールのパッチサインだね。やば、プリントサインユーズドボールカード16種類、ボールで触ってもいい、シリアルが57分の47。やば、ちょっと1回だけ触らせてもらえるじゃん、ユーズドボールだからね。どう、しっかり公式しっかり公式、うん、いいねこれ。いや初めてこのボールカード、ユーズドボールだから、これユーズドボールカードだから、ユーズドボールは必ず1枚出るんかな、どうなんだろう、封入率が分かんないけども。え、これって交換できんの。これはできないです。スペシャルカードをいろんな種類では交換できますけど、このユーズドボールはもうこれ、これ自体でもう57シリですから。はい、すごいよね、初めてボールカードやりました。しゃ、はい、じゃあこれ置いていきましょう。でサイン系ね、サイン系誰のサインかでもわからないんで、ちょっとシリアルが見たいね。シリアル、うん、シリアル右下に書いてあるんだね。こっちはないじゃん。これえ、10分の8。過去最高じゃない？10シリじゃん。ちょっと開けてみようか。よ。うん。じゃあ、せーの。これさ、あれだ。高橋玲選手だね。うわー、え？これだ。高橋玲選手。高橋玲選手のプレミアム直筆サインカードだ。やば。当ててしまった。いや、変な話。いや、こっちも当てたよ。プリント入りユーズドボールカードと、プレミアム直筆サインカード。これって当ててもよかった。二つも当たっちゃったね。え、ちょっとね、今日が発売日なんてわかんないですけども、2枚ももらっていいのって感じね。はい、シュウ君。なんとなんとね、なんかまあ今日発売の、ユーズドボールカード。ソフトバンク、なんとね、プレミアム直筆サインカード10シリだね。高橋玲選手、見して、こちらでございます。はい、こちらね、10シリのプレミアム直筆サインカード、高橋玲選手。やば、当たりましたね一応16種類だから、あ、まあ16選手しかいないからね、16種類ですけど、10シリっていうのがね、今まで最高？最高。最高ですね。これよ。何？最高よ。あんまり最高っぽくなかったね。本当に今の。うん、見せて。今のカット。はいはい。最高！緊張迷惑じゃん。そしてね、なんとプリントサイン入りユーズドボールカード16種。これも当たってますね。これが牧原大成。あ、牧原大成選手。しかもね、これマグネットホルダーに分厚くて入らなかったんだよね。はい。55ポイントと35ポイント用意してたんですけど、それも閉まらずに、ちょっと大きいの買わなきゃね、これね。うん、ただでもこれも大当たりですよ。一応。いくらかね、どっち、値段調べてみようよ。値段、だから今日発売ですから分かんないですよね。だからまた後日ね、今の、今までのね、サインカード等の流通価格のトータルをね、調べてまた発表したいと思います。はい、はい、今回大当たりだったね。はい、なんとね、まあ一応ね、最初のね、この、ラッキー4ですね。はい、これ10日交換で、3枚出たんで、好きなスペシャルカードに変えれるんですけども、これ希望ある？3枚のこのカードのうち、はい、まあどれかをどれかに何かに変えてもらうっていうことができます。スペシャルはスペシャルで、これも当たったまんまでいい？はい。まあこれ第2弾やってもいいぐらい良かったね。うん。ねえ。ということで、今回ね、発売日開けてみましたけども、初めて。大勝利じゃないでしょうか、これね。勝利すぎるよ。はい。はい。ではね、今回はね、この辺で終わりにしたいと思います。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最高。ゴー。